強すぎるべきかもしれん。地味だし。超地味だしな。あ、俺ここ見たっけ？見たな。俺どこにいる今？俺か。見た。見た。見た。もうメイン行こっか。なんかカクカクしてない？ん？なんか CPU 食ってる？これさ、あ、7500になってる。ってことは、制圧完了ってこと？わかんないけど。この今ルールよくわかんないよな。何も変化ないのに、ここ光ってたし今。で、マウスはなぜかいつも光っている。敵いるじゃないかよ。制圧の仕方がわかりません。まあ、ロールやってると思ってみてくれ、お前ら。一人でロールやってるこの人って思って。そしたらなんか、ちょっと、あんま変わんねえか。ロールかぁ。俺がロールをやらんからな。で、俺がどれだけ RTS とかの類下手か、みんな知ってるだろ。本当に下手なんだから、RPG と RTS。あと、シミュレーションとストラテジー。無理。まだバーガーバーガーとかの方ができるんじゃないか。こんなもんなんじゃ制圧しとこう。飛ばそうと思ったけど、マップの黒いところを埋めるゲームだから、これ。あと音楽でも流すかな。ファイヤー。音楽流すと、音楽はいいんだけど、本当に作業になっちゃうんだよ。それが嫌だ。もう、シャーマン。シャーマン、どのゲームでも邪魔だわ。キコリがいる、キコリが。ポーションって何ボタンだっけ？開かなくてよかった。え、W か。
こっちも見ていこうぜ。なんだこの道。あ、広すぎ。なくした地図帰りに拾えばいいか。戻るだろう、どうせ。最近なんかハクスラばっかりやってるな。ファイヤー。お。なかなかやるじゃない。いるって間違った。まだあったわ。おい、ドワーフ差別だろそれは。なんで馬に、ドワーフは馬に乗れないとかさ、馬がなんか味方みたいに表示されるとかさ、ドワーフ差別だろこれ。と勘弁してほしい。 DLC専用キャラなのにさ、なんかカーソル合ってたからさ使っちゃったけど、飛んだ地雷だって。本当にウルフォーっていうか、ストフォーの破壊みたいな感じで、最初に 2P 側がさ、最初に破壊にカーソル合ってるから、これがスタンダードなのかなって選んじゃうだろ。そんな感じだ。あと、ポップミュージック14フィーバーの VS サウンドな。あれ、選曲のデフォルトが IUM 順になってるから、一番最初に来る曲が VS サウンドで、で、はぁ、やめてくれーって、淀川ジョルカイフの、めっちゃコアな曲を初心者が、これが最初にやる曲なんだーってなるっていう。あれひどかったな。まあ、どのゲームにもそういうのあるな。DJ マックソンゲットオントップとか。なんで最初にそれみたいな。よし、本編行こう。このゴリラちょっとおしゃれだな。このゴリラちょっとおしゃれだな。ドワーフです。ゴリラじゃないです。みんなゴリラ差別、ゴリラ差別じゃない。ゴリラじゃないよ。ドア差別する。みんな。このゲームさ、ゴリラ差別、わらわら。でこのゲーム、馬に乗れるんですよ。このゲーム、本当は。でも俺、ゴリラだから馬に乗れないの。意味わからん。だったら、このキャラ使わせるなよ、俺に。ようやく助けが来てくれた。拷問にも限界だった。つまり私をバロール王子のところまで連れてってほしい。小ゼリアの作成に囚われてしまったものの、私もただ捕まってたわけじゃない。いろいろと情報を探り出すことに成功したのさ。いいかい、多くどもは南西のワイバーン峠を通って一気に進行する計画を立てている。この情報を急いで伝えなければ、さっきのオークチーフはもうヒラクルを身につけてなかったかい。いや、文節がちょっとおかしかったりさ。どうせお前ら聞いてないから大丈夫で、次は、あ、さらに下に行くんだ。じゃあ地図拾ってって感じかな。幸いドロップアイテムを、まあまあまあ、このゲーム一番めんどくさいのは、敵が弱すぎて、敵が多すぎて、アイテムいっぱい落としすぎて、持ち物がいっぱいになるっていう。まあ、テラリアですよね。ずーっとテラリア状態。まあ、ボタランもそうか。
そのこれ関係ないジョブのさ武器を強くね。ファイヤー、クソムカつく。なんなんだよ。快感のない三国無双だ。すんごいカチカチ言ってる。わら。ロルやってると思ってくれ。本当に。モバか何か？モバだと思ってくれ。うん。だって、うまくな、攻撃が当たんないんだよ、これ。武器のせいかな。これにしたら、ふんっつって当たるかな。あ。当たんねえじゃねえかなんでだよ、もう。ダメだ、こっちでしょ。ファイヤー。久しぶりに憂鬱先生の枠圏に来れたけど、ボールアウトに終わった。終わんねえよ。めっちゃ長いよ。これも長いし、あれも長いから。しかもゲーム性、ほぼ同じっていう。まあ、違うか。あっちは完全に単性だけど。こっちは三国無双だから。違うんだけど。見た目同じっていう。最悪だよ。かぶっちゃったよ。左上の7447って何なんだこれ。これね、面白いんだけど、本当にね、地味なんだよね。まあ何が面白いかっていうと、マップがこう、埋まっていくのが面白い。前からで良くないか。これもね、ただのセイクリッドっていうゲームだったらまあなるほどってやめてもいいんだけどさ、これ3まで出てますかね、みんな知ってると思うけど、3まで出てる上に外伝の下出るだっけもう出てまして、全部持ってるんで全部やんなきゃいけないんですね。そんな時にこう前作をやっている人なら思わずにやりみなネタが2で出てきたらついていけなくなっちゃうでしょ。何のために全部持ってるのかわかんないかな。敵が中に入りましたよ。おじん袋叩きじゃないか。お前なんで入ってきたね、むしろ。そこはなんかさ、互いの了承みたいなのあるだろう。住みかなんだからさ。一応建物の中も見ないと、隠れミッションっていうか。なんで入れねえんだよ、俺が。お。トンテンカン、トンテンカン。なんで俺これ振ってるんだっけ。攻撃が高いのか。よくわかんないんだよね。ダメージはこっちの方高いんだよ。攻撃はこっちの方が圧倒的に高いんだよね。ん？
攻撃もダメージも高い武器持ってるじゃん。なんで俺はこれを振ってなかったんだ今まで。あ、そうだ、これちっちゃいんだ。えいっ。えいっ。えいっ。武器の大きさ関係ない気がするけどな。装備整えます。お、あ、でも速さ下がるのはダメ。論外。これより移動速度下がってみろよ。やらねえよもう。ふざけるなだろ。これいや、もうめんどくせえ。醍醐味をまた一つ失った。ほとんどの施設使ってないよな。馬は乗れないし、武器強化もだってさ、どうせ強い武器拾ったら捨てるんだから引き継ぎとかできない限り意味ないし、アイテムも買うより拾う方が強い。なんだお前ら、もう無視していいかこいつら。でアイテム欄が埋まっていく。ん？なんだこれ？は？ 120 から200。 これじゃないか、俺たちの求めてた武器は。強いのかわからんが、こっちの方が高い。買った意味ねー。金はなぜか15万あるから俺。わかりました。ストーリー進めよう。ウィルブールを助けてくれて礼を言う。だがウィルブールの働きによって奥軍の進行計画が明らかになった以上、簡単にあなたらの任務についてもらわなければならん。カラス城のデモルドレイ男爵へ次のことの次第を知らせに行くのか。援護を率いてワイワン峠にて我らに合流された使徒書状にしたためておいた。あそこで多くの侵略を食い止められなければ我らはおしまいだ。この信を男爵に届けてくれ。ウィルブールの存在に同行する剣という意味でそなたの助けとなってくれよ。絶対俺よりつがすぐ死ねよ。ん？これ使う？って強い。ちょっと待って、見ればいいんだこれって。両手剣が好きなの？てないよな。
それ使う？使わなそう。これ両手剣だけど使う？使う？なんか、オーラが出てますけど大丈夫ですかそれ。呪われてたりしたい、俺が渡したけど。いいや、あげる。俺、斧だからな。ふん。だからこの、小ぶりな。女子みたいな。女子だろ、これ。えい、えい。全然。俺も女子だな、割と。えい、えい。お、ポータルだ。どこに通じてるのかな？このゲームのポータルってあれか。ファストトラベルか、ただの。違った。どこ？ああ。すぐそこにワープしましたね。もっとなんか、まあいいや。は？とんでもないところにサブクエストがある。嘘だろ。物語の終盤じゃん、ここどこか行くの。あれ？メインクエストどこに？なくなった。あ、これか。カラス城のデモルドレイ男爵へ報告を携えていくべし。どこ？ここ？これもしかして、どこよ？ここだろ絶対。ここだな。じゃあワープしていこっか。こんなところに、ああ亡者の死のポーション使ってた。いや、アイテム欄、腐ってたし。もしもし。お、やるか、お前。実力を見せてくれ、お前の。大丈夫？死ぬんじゃない？俺、お前を回復する方法を知らないで。レベルが上がった。逃げよっか。やられたね。
ねえ、死ぬんじゃない君。君？ああ。もういいです。さよなら。お前ゴンゾ、お前ゴンゾ。はぁ、あ。復活した。死んだはずじゃ、お前。そういうゲームだっけ、これ。まあいいや。地図持ってきました。ありがとう、ありがとう。よし。あとなんか、なんで敵がいるんだ、街中だろ、これ。都会だぞ、かなりの。警備は何をやってるんだ。これでいいんでしょうか。え？ Go to Crow's Rock Castle and take this message.だってさっきの写真違う、ここじゃない。あれ、積んだー。フェアリーズクロッシングを通ってくるとか適当だろう。意味不明。え？あ、画面外にあったのか。おい。またお会いいたしましょう。あれ、NG コメントです。だって。お、画面。ちょっと遠いじゃねえか、俺。こっからここまでめっちゃ苦労してきたのに。ここまで行くの？てか、マップ広くね？全体マップを、あ、ああ、ああ、ああ、みんな、ああ、ああ、みんな。おこれだけじゃない、なかったわ。ああ。ああ、みんな、もう、めちゃくちゃだ。1000時間かかる、1000時間。あ、絶対ここだわ。真面目に何時間かかるんだ、これ、クリアに。セクリット。